Papa. はい、こんにちは、奥村です。今回紹介しますのはバンパーヘッド。バンパーヘッド、皆さんご存知ですか？名前にバンパーってあるぐらいなんで、実を言いますとバンパーがついてます。バンパーと言いましても、車のバンパーみたいに何かにぶつかった時にこう何か守ってくれるみたいなもんではないんですけど、どういうものがついてるかと言いますと、バンパーヘッドはジグヘッドになります。ただそのジグヘッドのね、アイにもう一つアイがついてます。要は稼働するものがついてるんですよね。これをまあバンパーと呼んでるんですけど、でその稼働させるそのバンパーがついてるということがまず一つ目の特徴です。でもう一つ、バンパーヘッドには画期的なアイテムが、採用されてまして、それは何かと言いますと、ワームキーパー。ワームキーパーって、皆さん聞くと、例えばフックにちょっとこう逆向けにこうギザギザがついてたりだとか、あとはこう針金が出てて逆向きに曲げたあるとか、そういうものをこう思い浮かべあると思うんですけど、このバンパーヘッドはもうそういうものではなくて、実を言いますとこれね、どう言ったらいいかな、アイのね、アイの首根っこ、アイありますよね、ヘッドありますよね、ここの首根っこのところにね、カチンと挟み込んであるね、こう上下に動く、まあ言うてみたら棒ですわ棒みたいなもんがあるんですけど、ワームをねセットしていただいて、その棒みたいなやつをワームにねグサッと刺すことができるんです。上からグサッと、でこれによって、ワームのズレを防ぎましょうっていうことになってるので、普通の、ワームフックにこうギザギザがついてたりだとか、針金が出てきて逆に曲げたあるやつに比べるとね、ワームのこうなんていうのかな、中にああいうやつらって刺すんで、ワームがこう、潰れやすくなったりだとか、1回外してしまうともう2回目が使えなくなったりとかするんですけど、このバンパーヘッドのワームキーパーっていうのは上から刺してるだけなんで、例えばそれを抜いてワームを抜けばまたもう一回それが使えたりとかするんで、ワームをこう経済的に使ってみたりっていうことも可能になってます。まあその2つが、すごい、目立つ、特徴になるんですけど、あと3つ目はね、これはねこれでもともと使いたかった、釣り方があったんですけど、それの影響もあるんですけども、針がねめちゃくちゃ強い針になってます。でっかい60をかけたとしてもまあほぼ伸びません。伸びることもないし、こうひねられることもないしということで、非常に頑丈なフックをつけてますんで、琵琶湖なんかで60狙う方はぜひ使っていただけたらいいかなというふうに思います。でそのバンパーヘッドなんですけど、もともとはある一つ釣り方をしたくて、作ったジグヘッドになります。でその釣り方っていうのが、羽根じゃこという釣り方です。ご存知な方手を挙げてみてください。手を挙げられても見えませんけど、羽じゃこっていうのはジャコビーっていうワームをジグヘッドにセットしまして、それをねキャストします。でキャストして、ボトムまで沈めます。ボトムまで沈めてからが、ちょっと特殊になるんですけど、エギ、イカを釣るエギ、あのエギをねしゃくるようにバンバンとしゃくるんです。でしゃくってでまた止めます。で止めるとフォールしていってステイをします。でこの釣りを、だいたい6月末7月8月にするんですけど、狙いは大カナダモ、カナダモ、まあ小カナダモでもいいですわ、小カナダモ大カナダモ、この、群生地帯が狙う場所になります。でそのカナダモの中に、夏のバス数はこう入り込むんですよね、避暑地を求めて、涼しいところを求めて、でそこにねこう投げて、そのカナダモの中にスルスルスルってこうフォールさせるんですよ。でフォールさせて中でステイで食わせるんですけど、今度そこから抜く時にさっき言ってたエギのアクションです。バンバンとやることによってカナダモからスボーンと抜けてくれるんですよ。でまたバンバンで止めるとまたふわふわと落ちていって
てカナダモの中に入っていってステイで泊まる。でそこで食うっていう釣りになります。でこの釣りで使うラインなんですけど、これ実は P ラインを使います。フロロカーボンナイロンラインじゃなくて P ラインを使って、リーダーにフロロカーボンの12ボンドとかを入れるんですけど、このね P ラインっていうのが、他のフロロとかナイロンと比べると全く伸びないラインになります。なのでそういうカナダモの中ででっかい60なんかがかかった時に、ものすごく引っ張られるんです。直線的に、ガチーンと伸びがないんで。なので、フックを強くする必要があったんです。ここでねちょっとでもやわなフックをしてしまうと、とにかくカナダモからその60クラスを引っ張り上げなあかんのです、引っ張り上げる、しかも P ラインを使って引っ張り上げるということでね、針が伸びちゃうんですよ。それを防ぐためにものすごい強い針を使ってます。で、お気づきかもしれませんが、跳ねるときピャンバンって跳ねるんですけど、その時に、中途半端なワームキーパーやとワームがすぐに釣れます。ということでワンパーヘッドっていうのは上からガチャンと止めてガッと、ワームが抜けなくしております。でさらに、この跳ねる時にね、実は言うとまっすぐ落ちていってまっすぐ上がってほしいんですよ。こういう動きをしてほしいんですけど、できるだけ、まあこれはほぼほぼ不可能なんですけど、ある程度角度はつくと思いますけど、この角度ができるだけ上に上にとなるようにバンパーをつけたんです。要は普通のジグヘッドだけやと上に引っ張った時に角度がねそんなに、こう急な角度に上に上がらないんですよ。それをバンパーをつけることによってそのバンパーがこう稼働しますよね。稼働するんで上に引っ張り上げられるし、逆に落ちるときはすぐに真下に向いて落ちるっていう、そういうことでバンパーもつけさせていただきました。でこのバンパーがね、自分が狙ってたその羽ジャコという釣り以外の釣りでねめっちゃいい効果を生み出しました、ね、それが何かと言いますと、みんな大好きミドストです。みんな大好きミドスト。今ミヤトのジグヘッドというとねミドストが非常に、皆さん使っておられてメジャーになってると思います。しかもちょっと大きなワーム使わはると思います。6インチぐらいの、シャットの形したようなやつを使わはると思うんですけど、その時にねこのバンパーヘッドを使っていただくと、フックはもともと強いんで、でっかい魚がかかっても全然大丈夫です。でしかもバンパーがあることによってミドストした時にねワームのロールがねめちゃくちゃ簡単に出せてめちゃくちゃ大きくなります。これね他のバンパーのついてないジグヘッドと比べていただくと明らかにワームの動きが違うんで、この動画を見られた方は非常にラッキーです。めっちゃええことを、今知りましたねっていうぐらいすごいロールして、周りとの差がつけられますんで、これぜひミドストでも使ってみてください。僕当初それは全然予定してなかったんですけど、ミドストでこのバンパーヘッドを使うっていうのがね、非常に、いいかなと思いますのでよろしくお願いいたします。まあ、何にしても、ジグヘッド、さっきから言ってる羽ジャコなんですけど、夏場6月7月本当にねカナダも今年もたくさん出てくるん違いますか、結構生え出してるなっていう感触はありますんで、どこかな今年はどこかな、自衛隊の沖とか、浜大津の沖とか、あとは赤の井の沖とか、卸物沖とか、そういうところでこうカナダも大カナダもが出だしてる感触もありますんで、そういうエリアに行っていただいてバンパーヘッドにジャコビーです、ジャコビーつけていただいて P ラインは1号巻いていただいて、リーダーはフロロの12ボンド巻いていただいて、で投げる、バンパーヘッドつけて投げる、で、しゃくるでボールさせる、で、しゃくってる最中は釣れませんよ。しゃくってる最中は、ワームをウィードから抜いてるだけ、カナダモから抜いてるだけなので、その間のあたりはあまり期待せんとってください。それよりかは落ちていってステイです。ステイの時のあたり、その時に当たったらもう間髪入れずに、ガチンと足に行ってください。それはスイープなしです。それはスイープなしですかね、巻き合わせなしですかね。とにかくガチンと合わせていただいて、合わした勢いでそのまんま、リールを巻いてオラオラと戦ってください。そうすると、50センチ、60
六丸っていう魚が釣れてくると思いますんで、でその時に、バンパーヘッドじゃなくってまあこのヘッドでいいかなっていう、ね、大きな声で言えませんが中途半端なジグヘッドを使ってしまいますと針がニャーってなってしまいますから、あのそれだけは注意してください。とにかくバンパーヘッドで、やっていただいて、大きな魚をカナダモからぶち抜いて、戦う釣りを楽しんでいただけたらいいかなと思います。あとはミドスト、こっちでもぜひ使ってください。ぐるん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 とロールしますんでよろしくお願いいたします。ということでバンパーヘッドでした。よろしくです。